はい、皆さんこんにちは、ゆうです。 Hey guys, this is you from the Coffee Fukuoka channel、今日はちょっとあの大堀公園という、福岡の、まあ、結構大きい公園なんですけど、市内のですね、そこに来てます。 So today I'm at、Fukuoka 大堀 Park. This is one of the larger parks in the Fukuoka area. あの今日は、東区の箱崎ですねに行くんですけれど、コーヒーボックスというあのイベントとかでよく出店していた、まあ、コーヒー屋さんで今なんかちょっと店舗を持つようになったからそこにちょっと行ってみます。 So today I'll be going to、Hakozaki, which is in the east ward of Fukuoka. I'll be going to this place called Coffee Box in Hakozaki.、The guy used to、just sell his coffee in events, but now he has、a small shop, I think. So I'll be checking it out with you guys. All right, let's go.お邪魔します。え、じゃあここはその店がいくつかあるんですか？全部で7軒入って、はい、今3軒入ってて、うん、もう7軒全部決まってますね。で、ここはもうみんな靴を脱いで入るんですね。はい、そんな感じです。おお、すごいすごい、なんか自宅ですねっていうことは、そのコーヒー飲みに来たい人は、豆を買わないとダメなんですよね。豆をまず買う、はい、豆はこれを買うか、これを買うかで、はい、豆を買ったらドリンクが飲めるよっていう。わかりました。じゃあまあ一応豆売りはメインで今のところ出るんですね。あ、そういうことですね、はい、ああ、わかりました。メインという豆売りのみしかしてないですという、はい、そういうことですね。え、もう一応全部取ってるんですよ。あ、今も取ってる。もう取ってます。だから多分その説明とかしたらその部分は絶対入れたいので、そのなんでそのコーヒーボックスさんはこういうのを売りにしたいというか、何を特別に感じてるか、うん、だからその焙煎をするときに、はい、焙煎をするとき、うん、やっぱり臭いんですよね、あの、うん、焙煎した後のコーヒー豆が、うんうん、で自分のコーヒー豆は、うん、あのこのコーヒー豆をそのまま焼いてみたり、はい、水洗いして焼いてみたり、うん、50度洗いして焼いてみたりする中で、うん、50度洗いして焼くのが一番香りが立ちますね、うん、もう他の変な香りがしないんで、うん、もう日にちが経ってより美味しくなる感じですね。うん、だいたい1週間ぐらいが飲み頃かなと思ってますね、うん、焙煎してから、はい、うん、焙煎したてよりもですね。あ、そういうことですね、はい、で、その50度洗いっていうのがなんで特別なのかっていうところが多分みんな分かんないと思います、うん、細胞が活性化するんですけど、うん、50度で洗った豆があの本当に、うん、カラカラの豆がですね、この、うん、カラカラの豆が、うん、あの実が落ちて、その実が取れて、うん、で出てきたような感じの、うん、本当に生の豆みたいにそこまで戻るんですよね。うん、であと緑のアクがいっぱい出ますね。あ、出るんですね。50度のにつけとくんですよ。どんくらいつけるんですか？5分間ぐらい。あ、5分間ぐらい、はい、50度ちょっと高いぐらいのお湯につけて、50度以上の状態で5分間ずっと50度を保つような感じですね、うん、
焙煎度って、だいたいどんな感じなんですか？その、はい、今結構その、なんていうの、スペシャルティーコーヒーではよくみんな結構浅入りでやってますけど、はい、焙煎度激深いですよ。あ、そうなんですか。はい、それもまたなんかすごい違う、違いますよね。あの、そういう意味で深く入れば入るほど甘み成分が増すんですよ。もう科学的に、うん、あの出てるんですけど、はい、トリゴネリン酸っていうコーヒー豆の成分、はい、酸ですね、うん、そのビタミンの成分なんですけど、それがニコチン酸っていうビタミン V3 の化学式に似た形で甘、確実に甘いと、甘い、もう初頭の化学式と酷似してるんですよ、はい、だから匂いが甘いとか、うん、で後味が甘いとかじゃなくて、化学的にもう飲んで甘いコーヒーですね、深い、うん、深入りのコーヒーは、うん、そのトリゴネリン酸からニコチン酸という甘み成分に変わるのがもうかなり 深い段階からしか変わってこないんですよ、うん、化学変化がしてこないんで、はい、だから深く入る必要があると。じゃあ要するに、あ、コーヒーを甘く、甘いコーヒー、ね、甘いと思っていただきたい、はい、お客さんですね、うん、でこの洗うことでその深入りにした時に、うん、よりそれがクリーンだったり、なんかそうですね、より、うん、深く焼けば甘み成分も高くなるんですけど、うん、苦み成分も高くなるんですよね、うん、やっぱり、はい、そこで苦み成分とか雑味を省きたいんですよね、うん、それで50度洗いしてますね、うん、もうとにかく苦みと雑味を抑えて、うん、甘み成分を最大限に引き出したのが自分のコーヒーなんで、うん、分かりました。面白い、ちょっと初めてなのなんか僕のあの知り合いで、酒井さんの、コーヒーを飲んだ人がいて、おどかイベントとかでですね、はい、でなんかすごい美味しいって言ってたんですよ。でその人別にそんなコーヒー飲む人じゃないから、はい、まあなんか、うん、すごいねとか言ってましたね。で自分が使うのこの効能式っていうのはですね、はい、このドリッパーがめちゃくちゃいいですね。僕も持ってます、はい、すごいいいと思います。はい、ものもいいですもんね、これ。うん、なんか針用だと早すぎるから抽出が、うん、でもコーンだとなんかすごいバランスよく、はい、と思ってます。で折り目ですけど、自分ここで折るんですよ。ここは0で、はい、ここ5ミリからもうちょっと今いってますけど、うん、こんぐらいで折って、うんうん、やりますね。なんかそれは自分で考えた結果ですか？コーヒー師匠に習ったんですけど。ああそうなんですね、はい、で、まあこれをここにセットするんですけど、はい、しっかり下までを入れて。ああそういうことですね、はい、うん、で何がこれ意味があるかというと、はい、ここにですね先にお湯をかけるんですよ、うんうん、そうするとこの縁が全部密着するんですよね。ああしっかり密着してくれる、はい、お湯をかけるとですね、するとガスがもう横から逃げないんですよ、うんうん、ガス抜けでリブが張りようとか高くなってるんですよね、うん、カリタとか全部、はい、でもコーノだけガス抜けがついてないんで、下にしかリブがないから、うんうんうん、だからここを密閉してガス、まあ、ガスの旨味成分、うん、香り成分を全部下に凝縮して出す、コーヒー液にですね。あ、じゃあできるだけガスを逃さないようにするっていうことですか？そうですね。それはつまり、いいガスっていうんですかね、なんか美味しい旨味成分、旨味成分のガス、香り成分とかを全部下に持っていく感じですね。うん、で今湿らせたのも、うん、ネルドリップに近いんですよね。最初に蒸らした時に、あ、そうか、ネルもそうしますもんね。そうですね、うんうん、最初に蒸らした時に蒸れてない豆だけを通った湯が落ちたら、それ最初苦いんですよ。最初にポタポタっと落ちるのは、うん、それを落とさないために濡らしてますね。うーん、あと温度ですけど、85度ぐらいがちょうどいいですね。しっかり84度とか86度がダメかと言ったらそうでもないんですけど、はい、味わかんないんでそこまで。そうですね、85度前後、うん、ちょっと温度が高い時、下のサーバーかビーカーに落として、はいはい、こっちに移し替えたら、うん、大体85度になりますね。僕も深入りとか入れるときは結構低め、その84度とか、まあそのくらいですね、うん、にしてます。そのぐらいが美味しいと思います。
で結構もう蓋閉めたら温度あんまり落ちにくいので、はい、で自分こういうドリッパー使うときは、はい、ここつけますね。あ、つけてるんですね。つけると、つけてこっちも扱うと、はい、かなりあの正確に真ん中に狙うことができます。なんか結構いろいろすごいことばっかり今学んじゃってるんですけど。いやいやもうで、ドリッパー置かずにですね、はい、本当にネルドリップのように、この回し方もそうですね。ネルの人しかしないですもんね、うん、なんでペーパーの人しないんだろうってずっと謎なんですけどね。面白い。これはだからしっかり水がこう、はい、広がるように、あのコーヒー豆全体に、蒸らしが全体にできるように、はい、で今これ落ちてるんですけど、うん、これだけ飲んだらすごく苦いんですよ。あ、これあのまだ蒸らす前のですね、はい、これは自分は外しますね、はい、あ、じゃあこれ取っちゃうんですね。はい、これ混じったら、うん、あのコーヒーの味がぶれます。わかりました。で、だいたい全体が膨らんでちょっと沈んだぐらいですね。ここが1等目の抽出ポイントですね。1等目っていうか1等しかしてないんですけど、で、持って動かすことによって抽出コーヒードームが崩さずに安定してできます。あ、そういうことですね。はい、でこのくらいまで来たら、はい、全体にもう出るんですか。結構、はい、強く、はい、で終わりです。終わりなんですけど、抽出は100ミリぐらい、これ 50cc ぐらいですね、はい、大体。っていうことは普通普段入れるコーヒーの4分の1か3分の1ぐらいっていうことです。そうですね。でここから通常2投目3投目っていくんですけど、はい、これも濃度調整になってるんですよね、うん、あの旨味はもうほぼ全部今ので落ちてるんで、ああ、はい、これをお湯で薄めます。薄めるんですね。濃度調整しますね。うん、で約 50cc に対して 100cc で、はい、150cc がカップ1杯分ですね。これで最後味見て、でちょっと調整して、はい、で紙コップっていうのが、はい、紙だったらあの湿りますよね、うん、普通の紙だったら、うん、糊がついてるんですよ、うん、周りに。あ、その中でも中にです。あ、だってそうなんですね。ずっと染み込むでしょ、あの紙、通常の紙なら、はいはい、その糊がついてるんで紙コップだと糊臭くなるからですね。だからプラスチックにしてるってことですね、はい、であと美味しいコーヒーの秘訣なんですけど、はい、泡はアクなんですよ。あ、泡ですね、はい、上にここでも上がってくる泡はアクなんで、はい、美味しいコーヒーはアクが立ちませんね。あ、泡が立ちませんね。うん、お待たせしました。はい、ありがとうございます。すごい。こっちが、こっちがペルーです。こっちがペルー、はい、はい、面白い。なんか、はい、今までのコーヒーをちょっと覆すような、はい、うん、味だと思いますだからすごいクリーンな味だと思います。なんか、はい、うん、確実に。でも苦いですけどすごい甘い。はい、苦味と甘さがあって、苦味も結構上だけど甘さが上その上に来るぐらい。うん、すごい。はい、いかがでしたでしょうか。コーヒーボックスの酒井さんですね。なんかすごい、面白いというか、そのコーヒーに、すごいこう、まあ、思いがある。で、それをしっかりみんなに伝えたい。あとなんか自分のコーヒーは本当に美味しいんだぞっていうのを、まあ、世界に伝えたいっていうのがすごいやっぱり伝わってきました。で、やっぱりすごいなんかいろいろ考えているなって、思いました。なので、まあ、ちょっと皆さんもぜひ機会があったら、コーヒーボックスさんの、ところへ行ってください。あとオンラインとかのショップとかいろいろあるから、それ全部まとめて、僕のコーヒー、福岡の、ウェブサイトの、コーヒー屋さんのページですね。それに載せておきます。そうすれば、コーヒーボックスさんの、オンラインショップとか、あと、インスタグラムとか、まあ、SNS 系の、そういうところも全部見れるので、ぜひチェックしてみてください。
So guys, yeah, I just wanted to finish off by saying that the person who runs the owner of coffee, the owner of the coffee box, he's really a great person, and he really loves his coffee. He knows, like, you know, he believes that his coffee is really good, and well, I guess he's really trying hard to spread his message, and very passionate about the coffee that he provides. So yeah, if you are interested in his coffee, definitely like check out his page. I'll leave a link down below. He also has his own online shop. You could probably order there. I don't know if he does overseas payment, overseas shipping. Maybe I'll ask him. So I'll leave something down below just so that you know. But yeah, if you ever come to Fukuoka, visit Coffee Box, and yeah, just have enjoy his coffee. It's really really good.はい、そしたらまた次のコーヒー動画をお楽しみに。 Alright guys, I will see you in the next coffee video. See you!